まあまあまあしっかりブルペン入ってまずは投げれることを確認したかったので、そんなに、ここからめちゃくちゃ仕上げてっていうよりか、ここから徐々に状態上がっていければなという感じですかね。ですね、まあ、いろんな形で練習はやってますし、まあ、今はそれの何が良くて何がいい球で何が悪い球なのかしっかり確認できるようにはしているので、まあそうですね、特に何かにこだわってとか誰かの真似をしてというよりかは、自分が一番いい球がいくバッターが抑えられるフォームというところをまだキャンプ中に見つけて、今中さんからもいろんなアドバイスもらっているので、その辺をしっかりすり合わせていい球になっていければいいかなと思います。若干抜け球が、あったので、自分の中でそれの原因をしっかり、まあ、会話を通して若干その引っ掛けるイメージというか、ステップの位置が若干、オープン気味になっているところを、はい、フラットに戻そうというところを会話して、かなり球も良くなったのでしっかりと、まあ、会話をして、はい、より良いものにしていきたいなと思います。まあ、もっともっと状態は上がってくると思いますし、まずはちょっと暑すぎるので、はい、しっかりとこの暑さにも慣れて、はい、体力も向上して技術も向上していい形で、はい、シーズン迎えれればなと思います。もちろん開幕戦自分の中で目標としてやってますし、はい、球でアピールして勝ち取りたいなという気持ちはあります。かなりありますか。そうですね、やっぱり、チームの初戦というところで投げたい気持ちはあります。2月1日ちょっと緊張するかなと思って、はい、ちょっとでも自分の自主トレで、やっていたことが継続でしてやれる形を選んだっていう感じですね。しっかりと今日いい形でマウンドに上がれたので、2月1日だったらもっともっと力んでるかもしれないですし、はい、まあ一番のいい策だったかなと思います。しっかりとタイミングが合ってこれば、かなりいい球いってますし、バッターもタイミングの取りづらさっていうのは多少はあると思うので、まあメリットデメリットは自分の中でもありますし、足上げた時のメリットデメリットもあるので、両方やれるような形で、はい、シーズンどっちになってるかは分かりません。